皆さんこんにちは、インストラクターの大江です。今日もご覧くださってありがとうございます。そしてまたいつもの通り私のマイルーティンからフォーッとスタートさせていただいてます。さあ皆さん、今日もですねこのように動画を配信させて、いられるのもご覧くださってる皆さんのおかげです。今のところ毎日配信続いております。私はこの動画を通じてみんなが、元気になって、そしてあ楽しかったな、気持ちよかったなという毎日を過ごしていくためにも体と心が元気であるというのが大事かなと思いまして、このようにですね体を動かすと体にも心にも脳にもいいので、何かしらいいエネルギーをですねみんなで共有したいと思って、動画を配信してます。はい、ご覧くださってありがとうございます。で今日はですね早速なんですけれども、このスイッチボールを使った動画を、アップ、してほしいなみたいなリクエストをいただきましたので早速、紹介していきたいと思います。ちょっと展開が早いんですけれども、皆さんご覧いただきながらですね、何度かですねリピートして実践されるといいかなと思います。はい、じゃあ早速やります。膝痛、腰痛、肩こりなども緩和されながらしなやかに引き締まっていきます。まずこの膝の裏なんですけれども、この曲がる裏側に当ててください。膝痛のツボがあります。バタバタ、手にやるとこんな感じなんですけども、バタバタバタ、はい、今度は横揺らしです。膝が痛い方はですねこれしばらくやってるとすごく楽になります。バタ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 、はい、ぐるぐるぐる、整体師がですね手技療法でやるものを動きに置き換えてきて、紹介していきたいなと思っているんですね。はい、それではですね今度ふくらはぎ、人にマッサージしてもらうのは他人にやってもらいますから多動運動、自分で動くのは自動運動です。で今日はですね自動運動をしながら、多動運動マッサージ効果も得られるようにと思っておりますね。はい、横揺らしです。縦と横揺らしです。さあ、じゃあ今度はアキレス腱ですね。まず縦方向ブラ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 、はい、横方向、はい、そして今度はですね土踏まず、私はシューズ履いてますけれども、シューズを履いてない方が効果的です。足の裏のマッサージ効果と膝と股関節と腰の連動を高めてます。そしてちょっときつくなるんですけども、太ももとお尻が引き締まります。持ち上げて転がしてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あら、ちょっと転がった、10、はい、そしてですね結構きつかったと思います。今度はこのお腹もクッと引き上がっていってしまうんですが、腰が楽になります。足もこの股関節ですね、大体の方はこういうところになってるんですけども、もうちょっとこの下のラインですよね、ここの腸骨筋を伸ばしますね。そしてブルブルと骨盤を揺らします。ブルブルブルで、パタ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 、もう一度ブル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 、お腹も引き締まります。パタ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 、そしてグッとツイストします、腕をよかったら動かしてみましょう。はい、反対なんですが背中の方側から、この背中も腰も足も気持ちよくです。そしてはい、そしてですねここからですねちょうどこの出っ張ってる骨のあたりのところに当てながらちょっと前後にします。股関節の、マッサージをしながら、お腹も実はですね引き締まっていくんですね。そしてここからよかったらですね腹前進、ももの前でしっかりお腹で体を支えて体幹ですね、体幹のトレーニングしながらマッサージです。さらによかったらこの胸から足の甲です、お腹でしっかり支えます。じわじわ、はい、ちょっとねここ今伸びてます。そして今度はこの上に寝転がった体勢を取りますが、足は、この形じゃなくて立てたり伸ばしたりどの形でも構いません。はい、じゃあまずはですね寝た体勢を取ったらブルブルブルとします。腕は背中や肩が気持ちよく感じられるように手の力を楽にしてブルブルとします。はい、そして泳ぐような感じで
これゆらゆらしますね。でそれがまた良さですから、ゆらゆらするから体が調和を取ろうとしますね。そして中心を取ろうとします。背中や肩を気持ちよくです。さあじゃあ皆さん両足を立てて、そして骨盤の方側から持ち上げていきます。高さは腰や股関節が気持ちよく感じる高さです。ふーはい、そして持ち上げたとき高さは気持ちよくですが、手はどこに置いていただいてもいいです。ちょっと上下の振動を加えていきます。はい、横です。この触れてる、ポールが触れてる肩甲骨あたりが気持ちいいと思います。そして交互に足を持ち上げるんですが、腕の方はよかったら組み合わせましょう。足上げやすくなってるんですけども、ただちょっとバランスが難しいですよね。はい、そしてもう一度ぐわー下ろします。さあ片足を伸ばして、反対もぐる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 、そして横にちょっとずらしますね。でこのまま手を片側、ずらし具合は首から肩、背中を気持ちよくです。さあ逆側にします。顔の向きは首、肩が気持ちよい角度にしましょう。はい、そして乗せましたらまたブルブルブルとします。わあどうでしょうか。はい、横へずらします。短時間ですけどベタッとしたと思います。そしてちなみに持ち上げやすくなってると思うんですが、どうですか。ゴローンとしやすくなってると思います。そして軽く持ち上げやすくなってると思います。伸ばせたら伸ばします。さあ横です、反対です。そしてお腹をしっかりしながら、これもやりやすくなっていると思います。さあグッとお腹、そしてポーン。うわー皆さんいかがでしたでしょうか。ほっ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 、ちょっと体が軽くなっていると思います。しなやかにストレッチしながら引き締めました。はーということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までご覧くださってありがとうございました。まだまだいろんな動きがあるんですけれども、特にですねこういうのをやると、すごく体もスッキリするかなという動きを紹介しました。最後までありがとうございます。また明日もご覧ください。ありがとうございました。大家でした。